スペースシップ2、スケールドコンポジッツモデル339、スペースシップ2は開発中の宇宙旅行者向けの弾道飛行スペースプレーンである。スケールドコンポジッツとリチャード・ブランソンのバージングループによるジョイントベンチャーであるにより、ティア1ビットプログラムの一部として開発されている。宇宙航空会社のバージン・ギャラクティックは民間宇宙飛行サービスを提供するために、 この宇宙機を5機編成で運用する予定である。同社は20万ベイドルで予約を受け付けている。同社が2013年8月に明らかにした情報によれば625人がすでに飛行を契約しているとのこと。世界で最初の登場者100人はファウンダーと呼ばれ、日本人は平松孝さん、稲見の明ら3名である。ファウンダー以外では山崎大地らが 宇宙飛行を行う予定である。日本における公式代理店は、クラブツーリズムである。世界初の民間宇宙船、スペースシップ1は、ポール・アレンが出資し、スケールド・コンポジッツが実施した、ティアーワンプログラムの一部として開発された。スペースシップ2はその技術の一部を元に作られている。スペースシップカンパニーは、ポール・アレンのモハーベイ・エアロスペース・ベンチャーズから、ライセンスを受けている。 スペースシップ2は8人の乗員、6人の乗客と2人のパイロットを乗せることができる。飛行軌道の遠地点はおよそ高度 110km の熱圏内である。これはスペースシップ1の目標高度であるカーマンラインよりも 10km 高い。もっともスペースシップ1の最後のフライトは 112km に達している。スペースシップ2は母機である。 ホワイトナイト2から高度15,200メートルで発射され、一機のハイブリッドロケットにより時速4,200キロメートルの速度に達する。客室は長さ3.66メートル、直径2.28メートルである。翼幅は8.23メートル、全長は18.29メートル、尾翼の高さは4.57メートルである。 スペースシップ2のモックアップが最初に公開されたのは2006年のことである。機体の詳細が公表されるのは2008年以降になってからであるが、その間の2007年にロケットエンジンの地上燃焼試験において3名の技術者が死亡する事故が発生している。2009年12月7日、カリフォルニア州のモハーベ宇宙港にて1号機、 VSS エンタープライズが公開され、2010年3月22日には、ボケホワイトナイト2に吊るされて初飛行を行った。2010年10月10日に、最初の有人滑空飛行試験を行い、2011年5月4日に、初のフェザード、大気圏再突入のモードでの飛行を実施、その後、2012年8月までに22回の滑空飛行試験を行った。 2012年12月19日に初めてハイブリッドロケットエンジンを機体に搭載して本番に近い形での滑空試験を行った。2013年4月29日に初めてロケットエンジンを噴射しての飛行試験を実施。噴射時間は16秒間、高度 16.7km に到達、マッハ1.2を記録した。2014年1月17日の 滑空飛行試験後に、母機のホワイトナイト2の主翼に亀裂が発見される。後日する、ロケットエンジンの変更も合わさり、6ヶ月以上にわたり試験飛行が中断する。スペースシップ2は当初、スペースシップ1と同様に、シエラネバダコーポレーション製の、ハイブリッドロケットエンジンを使用していたが、このハイブリッドロケットは、開発が難航しており、スペースシップ1で使用した。 HTPB 推進剤では燃焼振動が生じるため性能が出せず高度 100km には到達できず高度 80km にまでしか到達できないと2014年5月に報じられていたその後バージン・ギャラクティック社は並行して開発を進めていたポリイミドベースの推進剤を使うハイブリッドロケットの地上燃焼試験の結果が良好なことから こちらに切り替えるとの発表を行った。一連のロケットエンジンの変更等を経て、2014年7月29日に滑空飛行試験が再開された。再開時、バージン・ギャラクティック社は年内にも宇宙への飛行試験を行いたいとしていた。2014年10月31日、カリフォルニア州、モハヤベ砂漠にて、乗員二人を乗せて試験飛行中の一号機。 VSS エンタープライズが墜落。パイロット一人が死亡、もう一人も重傷を負った。この飛行は前述のロケットエンジン変更後の初の動力試験飛行であったことから当初エンジンの爆発が疑われた。しかし後の国家運輸安全委員会の調査ではテレメトリーデータを分析した結果、機体のスピードが真っ入って24を超えてからでなければ使用できない。 フェザリングモードへの切り替えが飛行開始直後のマフ点0付近の段階で行われてしまったこと明らかとなった。切り替えの原因としては死亡したパイロットによる操作ミスが疑われた。事故から9ヶ月を経た2015年7月、NTSB は事故の原因をヒューマンエラーに対する考慮や対策が十分ではなかった訓練不足により、 宇宙船のフェザーシステムを予定より早い段階で起こしてしまったとした調査結果を発表した。副操縦士はその後の操縦の準備として加速段階の初期のうちから減速時用のフェザリングモードのロックを解除してしまった。そのため機体が加速中の負荷に耐えられなかった。報告ではフェザーのロックが操縦マニュアルより早期に解除される可能性やその危険性を スケールドコンポジッツ社が十分に考慮していかったこと、完璧な操縦からわずかでも外れる年に直結するという設計意識の甘さが指摘されている。また事前に安全性を評価すべき、連邦航空局が一度はソフトウェアとヒューマンエラーの要件を満たしていないことを認識しながらも、同社が示した緩和策を受け、再確認を行わずに要件を撤回してしまったことにも言及した。 スペースシップ中の2号機 VSS ユニティは2016年2月19日に初めて一般公開された。この機体の建造は1号機の試験と並行して2012年から進められていたが、同期の事故を受けての改良が加えられている。2号機も複数回の滑空飛行試験の後、2018年4月に初めてロケットエンジンを噴射しての飛行試験を開始した。 同年12月13日には、パイロット2人を登場させた状態で、高度 82.7km に到達し、1号機が果たせなかった有人宇宙飛行を実現した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。